2018年6月13日5時43分、仮面ライダーゴースト、2015から2016まで年テレビ朝日系の天空寺たける役で注目を集め、今年春クールにはドラマ、未解決の女、テレビ朝日系に出演。順風満帆な活躍を見せる西目旬に、芸能界入りのきっかけから聞いてみた。僕は沖縄の田舎で育ったので、芸能界はとても遠い存在だったんです。でも、中学の時に、身近にいた女の子が、沖縄で有名な CM に出ていたのを見て、頑張れば遠い世界ではないかもしれないと思いました。東京に住むおばを頼って15歳の時に一人で上京したんです。初めて受けたコンテストでいきなりグランプリを受賞。さらに、仮面ライダーゴーストの主役に抜擢さ、出るという華やかな芸能人生の幕開けとなった。だが、西目の気持ちは揺れ動いていた。自分を試すつもりで受けたオーディションだったので、自信がつく前に賞をいただいてしまったことに戸惑いました。何の手違いなんだろう、って思いましたからね、本当に。自分が本当にやりたいことを見つけられたのは、実際にお芝居のお仕事をさせていただいてからだったんです。だんだん役者への思いが強くなっていったというか、演じれば演じるほどお芝居の奥深さを知ることになり、悩んだ時期もあったんで、すが、一つ一つ達成していくことで、だんだん自信がついていったんです。いろんな役を演じていくことで、自分に求められている、この、を第一に考えて演じるようになりましたね。